ソフトバンクヤクモソーラーパークは北海道二見郡ヤクモ町にある太陽光発電所。ソフトバンクグループの SB エナジーと三菱 HC キャピタルによる共同事業であり、双方50%ずつ出資して設立した北海道ヤクモソーラーパーク合同会社が運営している。ヤクモエネルサが所有している国道5号沿いにある 約132ヘクタールの土地にソーラーパネルを設置し、北海道電力による太陽光発電設備の出力変動緩和対策に関する技術要件に基づき、蓄電池容量約27,800キロワットの蓄電池を併設している。蓄電池を併設した太陽光発電所としては日本国内最大規模となり、一般家庭の年間消費量、 約2万8000世帯分の電力を発電している。東芝製のソーラーパネルを設置しており、ソーラーパネルと蓄電池のパワーコンディショナーは、東芝三菱電機産業システム製を使用し、蓄電池システムは、リチウムイオン電池を採用し、LG 化学製の蓄電池を使って、東芝三菱電機産業システムが構築した。なお、発電所建設工事の際は海岸に近いデータン地で、 あることを考慮しており、泥水が海へ流れ出ないようにするため、通常実施する造成工事を行わない地なりで、ソーラーパネルを設置するため、区域層地中4メートルから6メートルまで埋め込み、周囲をコンクリートで固定する方式を採用したほか、課題は地盤の状況から鉄板を敷き詰めた組み立て作業所を設け、完成した課題をクレーンで吊り上げて、トラックに乗せて、 所定のコークまで運び、再びクレーンで釣り下ろして据え付けた。また、採石を敷き詰めた管理用道路を敷地より高くすることで、降雨の場合は管理用道路内に自然浸透するようにしているほか、水はけを良くするため一部でホタテの貝殻を敷き土壌改良材として活用している。発電した電力は道路脇に埋設した自衛船を通って 14km 先の山の上に、 ある電力会社の変電所に送電している自衛船の工事は北海電気工事が担った。ありがとうございます。